ということで、1回目は録画ミスで撮れてなくて、2回目は投手戦すぎて、こちらのスタッフからあのボツと言われました。お前らボツだ。もっと面白い試合するためにはお前ら河川敷でやれと。そう、河川敷でね。で、6分3リアルスピード、もうこれでやっていこうと思います。ガンガン打つよ。はい、もう因縁の対決で、もう因縁中、これもテイク2なんですけど、もうデータ取れてるんですよ。はい、データ。そうね。はい、オッケーオッケーオッケー。僕は今日星なりのガチガチのリードでいこうと思ってる。なるほど。俺はガンガン打つ。その投手ペーをバーンするから。どういうこと？じゃあ、なんか一回じゃあのやってもらう。よし、最初グーグーグーバーン。なんでシャンキューしてんの？しゃ勝つよ。さあ実況解説、私、東郷智則が受け止まります。どうぞ、よろしくお願いします。そして、後ろにいるのは観客の教授さんです。はい、観客ディレクターの観客でーす。どうも、こんにちは。なんだ、行くぜー。投げた。お前、コントロール悪いんだよ。第2球。さあ、河川敷でこんな豪華な試合がね。何してんの、マジ。行われてます。河川敷でこんなの行われてます。やばいよね。荒川とかで行われてたらやばいよ。こんなん俺絶対見に行くわ。よしよし。さあ、次、まっすぐで行こうかな。本気で行くぞ、俺は。うわっ！めっちゃ真っ暗。クソだるい。ドゥルルルッディン！もうやだわ。はい、次スライダー行きます。投げました。本当にフェードマン。うわぁ！バカだ！お前のデータは取れてます。今のバカだな。取れてます。うっざ！もう言ってね、来ないと思わせて来るパターン。逆に素晴らしい。裏の裏で一周するパターンですね。もうもうあれだ、スイッチ入ったよ、大谷さん。はいはい、もう1点あれば勝てるから。はいはい、オッケーオッケー。勝てません、1点じゃ勝てませんよ。スーパーイージー、スーパーイージー。今のは痛いですね。はい、オッケー。はい、ハヤトドンマイ、ハヤト。やっぱり河川敷の怖いところは相手もやばいっすね。ハヤトドンマイ。えぇー、また入ったー。逆ぶつかれた。 102m で入ってる。オーケーオーケー。逆ぶちゃやばいって。オーケー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 。第9球きっしょ。初球を打ちました。横をあれ、トシタケトシタケ。トシタケやば。トシタケでセカンドなの？わかんない。あいつセカンドだよ。あんな硬いで。グッサンね、グッサン。顔ぶっすよ、お前。やめとけ。嘘でしょ。何この顔。田口ね。はーい、ルキー。おでも逃げてる。初球を打った。これは内野へのフライだ。シンプルに打撃が弱いんですよ。これでワンアウト、ランナーはありません。いや、俺は強い。だからお前の時だって俺ホームラン打ってんじゃん。まあね、あれはね、あれは普通に単純にピッチャーが弱かったらだけ。おー、やばい。まあこれね、絶対俺優勢で言ってた。高校野球だと怒られるよ。バッターはピッチャー大谷。大谷行けよ、自分は楽にして。スクリュー、えぐいこいつ。投げた、打った。お、これはヒット。いいよ。これはヒットか。ヒット。あ、すごい。あ、じゃあ記録ヒットだからオッケー。やばいって。そういうミス。さあ、呼ばなれ呼ばなれ。さあ、ホームラン欲しいですね。来たーレアちゃん。初球スクリューは空振り。一発出れば同点。第2球。外角高め。シュートは外れてボール。カウントはワンボールワンストライクです。打った。あとこれはセンター方向へ。ああ、まあまあでもまあ多分取られる、そのうち。そのうちね。結局ちょっとマジで余裕だわ。これからやばい。これはこの回のトップバッター打った。完敗した。見て見て見ててノリ、あのもう全部球種バレてるから。打ちました。ほら、本当だ。もうマジでデータ取れてる。第9なんとなく読めた。危ない球。素晴らしいですね。さすがキャッチャーだな。だがだが、それは組み立て変えてくるから。ストライク。だがここで亀井って声するんだけど。うわー、いけや。あー、まあ、ハルキさんはね、ハルキさんはね、大輝さん、心情穏やかじゃないんじゃないですか。あー、ちょっとビビってる。こんだけかもられちゃったらもう、ほら、はい、はい、はい、ね、でも三者問題でしょ、次俺の番。次俺、あ、来たー、こんちゃん。全然見えなかった、今こんちゃん、ちょっとね、バット振り回す。待って、バット振り回すぎてボール見えない。近藤はですね、それはかも。じゃあこのバットの動きで見えないの。あ、翔さんだ。6番にいる。投げました。初球を打ちました。おっしー、やっぱ強振ダメだ。4番外された時の大谷。そう、そのうち、じゃあそのうちそれも外されるの。バッターは7番太田。第9打った流し打ち。速い球。打球はライト右。あれでもう入りそうね。これはライト間に合いません。ファールボール。投げました。見送ってボール。カウントはこのスクリューさえ攻略できればね。投げた。打ちました。
おっ、ヒットヒットなんで、初戦ただ死んだヒットです。いいんだよ、でもヒット、ヒット横を、横を来た投げた、打ちました。京平も大好き。え、あ、大好きです。これでスリーアウト、東海すぎです。ふざけんなよ。二ホーマー打たれてる。あ、こいつアンパイ。先頭バッター小林。こいつアンパイ、こいつアンパイ。小林舐めたらあかんで。小林お前大っ嫌い。絶対打たない。小林舐めんなよ。投げた。ボール。カウントは2ボール。こいつら打たないから大丈夫。絶対に。投げた。見送ってストライク。入ってんだ。160キロ。追い込んで。投げた。小林舐めんなよ。ライトセンター。ベースマジだ。危な。危な。大川さん怖いんだよ。あの打球でフェンス間近ですからね。あ、小林選手ありえないね。これいったー。これいった。これはいった。あ、いったー。完成。今もう打つ前から分かったわ。はい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 。あ、もうなんかやばいわ。見送ってボール。やばい、ちょっともう本当に読まれてるよ。第2球。お前俺の大好きなアンちゃんもカウンター2ボールノーストライク。怪我すんじゃないよ。ボッコボコじゃないですか、これ。ボッコボコに打たれてる。バレてるけどね。次何で来る。投げました。打った。お前お前とか。はい、じゃあホームラン打ちます。ピコ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 だろ。ピコ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 。あれ頼みの大谷さんのせいですか。うん、違う。あれお前そんなとこ変えたらやばくない。やばい、だから大谷さんの、大谷変えるの、変えるよ。大谷さんのせいか。いやにしそんなとこ。ファイターズビッ。第9投げました。ボール膝元外れます。スラブが素晴らしい。投げた。ボールカウンター2ボールノーストライク。138なんだ、早いね。投げた。うわぁ、絶対読まれてると思ったわ。正義マジ打つぜ。これで2打数の1安打。初球ハープロの阿部ちゃんはもうやばいね、目が。これでもアウトじゃない。目が行きすぎてる。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。アルボー。さあ現在第2球全然投げた。低めの球空振り、取り手がない。バッター追い込まれました。第3球を投げた。打ちました。あー、打たれた。あー、打たれた。やばいよ、ちょっと打たれすぎてる。 3-0 今。 3-0 打ち返そうぜ、それだ。それだ。逆に取りたくないよ、お前。圧勝すぎてる。よーし、おい、これでワンアウト。アウトかよ。待って、これさ、宮西さん回ってくんじゃん。ねえ、もう何で、もうやだ、もう。泣きたい。かっこいいなぁ。これがシンプルに。ザコイな。俺と勝負すっかじゃ。今日ザコイな。なんで宮西打つ。あ、打たすか。お前、何年ぶりの打席や。え、あはははは。やだ。もうやだ。4回の表、弾け出してる。大丈夫だよ。この回の先頭は、バッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投げました。これもしかし。今スラムだと思った。第3球を投げました。うわぁ、4本目か。4本目。え、全得点がホームラン。全部ホームランです。素晴らしい。これはゼロリーグメール打線。4本目全盛期でメール打線です。か、帰らしても帰りたい。これもう堀内巨人ぐらい。5回制なんで実質4点コールドですよ。やばいです。いや、でもやっぱり高校野球ってツーアウト満塁からじゃん。間違えた、ツーアウト満塁じゃねえ。どんなルール？9回ツーアウトだね。そう、9回ツーアウトからじゃん。野球って最終回ツーアウト。いや、次、でも俺あと2回あるじゃん、これは。あ、こいつには打たれない、マジで大丈夫。めっちゃ舐める。うぃ、ほらね。うぃ、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 顔がイケメンだからってな。ダメだよ。うわ、マジソンとかやめて、マジ。そのマジソンがバウンドに打ちました。投げた。打ちました。バルボー。うわ、スプリットが一番嫌いな。第2球。若干ピッチャーによってあれないね。ピッチャー返し。いや。プレート立ってる位置が違う。よし、ちょっぱいね。え、そんなリアルなこと。ほら、見てみ、左側。投げた。完全に外れた。スプリット。これはボールだ。あれなんだ。もうガチクロスファイヤー、クロスファイヤーできる。投げた。打ちました。球早すぎました。マジで。すごいね。一塁ランナー飛び出している。でしょうね。お前は本当猿だな。やばいね。全部読んじゃってっから俺も。やばいね。もうこの試合キャッチャーのね頭脳がねこいつをねかもらせてしまってるからね。
センター前進。肩にはまっちゃってる。センター取りました。完全にやられてるね、ここで。ランナーありません。もうこの猿ここで走ってくるだろう。第1打席はファーストフライに倒れて初球を打った。お、俺はヒットライダーね。おー、さすがコンちゃん。だってレフトまで来てんじゃん。幻の4割バッター、コンちゃん。第1打席は内野フライに打った。ねえ、翔ちゃん。え、記録はフィルダースチョイス。これ間違えちゃった。広げてしまいました。これはだるい。間違えちゃった。これはだるいやつが来ました。これ決めたれ、決めたれ、決めたろって。打たれる気しなすぎて間違えちゃった。あれ、舐めてますね。あれ、ボール一球外してきました。あれ、変化球、空振り三振。かぶられてるやん。俺ですらもうアンパイやと思う。じゃあてめえら正義でやってみろ。いや俺勝ってますからね。一塁送球。いやでもあれじゃあまだこれだってリアルスピードの6号さんにしてやってみ。本気出してないもんな。あの時本気出してない。ランナーはありません。いやいや勝ってます。第2球。はい、一応戦ってるんです。決まってストライク。わ、怖かった今。投球は3球目。怖すぎ。得意のストレート。おー、いいね。攻め込んだね。宮西が3回も投げてる。打ちました。ボテボテのショートゴロ。元気。ボールを取る。一塁送球。アウト。よし。最終回。四点最初。四点最初。ここですよ。俺高校野球の時このあるから。攻撃。この回のトップバッターは初球から打った。おお。先頭バッター出ました。やべ、最終回ってねみんな打つから。ナイスバッティングです。最終回はね、みんなね、やっぱ打つ。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。集中するからね。打ちました。バントはないでしょう。サード飛びついた。おっと、おー、あります。2連続ヒット。しっしっしっ。第9になる。これ投げた。輪道際どい球。ボール。いいところですが外れています。打ちました。鈍いところ。ゲッツーはね、ゲッツーはね、ゲッツーはね、ゲッツー。ゲッツー。代打代打代打。ラスト宮西にかける。矢野でしょう、やっぱり。代打といえば矢野。あ、矢野か。ピンチヒッターは矢野。 G の矢野ね。そう、元ジャイアンツですから。見送ってストライク。第2球、投げた。直球決まってストライク。早いんだよ、球が。最後の投球でなるか。アイスプリット。カウントしない。2ストライク。サードランナーちらってみた。ここ1点が入ればね。打ちました。違うんですが。センター前。これは。あー。うわー。はい、ということで、4-0。正義の勝ち。はい、面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次回あとリクエストとかもね、バンバン募集しましょう。なんか、これはなんかペナントしてとか、なんかアレンジサクセスしてとか。確かに、うん、そういうのやりたい。バンバンちょっとコメントのリクエスト型でもやっていきましょう。はい、はい、ゲームはなるべく答えれるんで。まあ次はさつき対挙兵の素人対決。次回お楽しみに。お楽しみ。